こんにちは、まさに64K4です。今回は、群馬県の前橋駅にあるアパホテル前橋駅北に宿泊した感想についてお話ししていきたいかなと思います。多分2回は確実に宿泊してて、もしかしたら3回目かもしれません。それではお部屋はこんな感じのドアですね。ここが浴槽、まあ、ちょっと浴槽深め、まあ、こんな感じでございます。なんだっけ、こう温泉ないんで普通に利用してます。部屋的にはまあ普通に広い状態で、スーツケースがこんな感じで置けます。ベッドはいつも通りですね、大きさで、こんな感じの机なんで、まあ一応大丈夫かなと。まあ PC を置けたりとかもできると。でただこのテレビですね、テレビがここじゃなくて、まあ、どっかに設置できればいいんだけどね、上の方に。ちょっとここのスペースもったいないなっていうイメージでございます。はい。で、まあ、今回ですね、よいしょ、価格というか費用としては、宿泊費用としては、3連泊今回して、1泊目が5000円、2泊目が5000円、3泊目が5300円の計1万5300円でございます。そして、今回ダイヤモンド会員になっているということで 11% 還元ですねになるので、10% だと、1510円、1510円プラス151円、1651円が戻ってくると。なのでまあそれさっぴいても1万3400円ぐらいですね、宿泊費。そんな感じでございます。そしてちなみに今回、6000何ポイントぐらい貯まってたんで、5000ポイント分の、現金を戻ってきたっていうか、もらえました。普通に初めて、ホテルの従業員の人からポイント貯まってるんでどうしますって聞かれたんで、あ、言う時もあるんだっていうのがすごく感じましたね。基本的にポイントにもある程度期限があるし、まあ、言わなくてもっていうところだったのかなと思ってたんですけど、まあ言うんだってちょっと思って、ほうってちょっと思いましたね。で思ったことが、今回の、従業員ですねの方、まあ普通なんですけど、少し思ったのが、時間が遅い時とか早い時とかに、まあ、バックヤードにいることがまあほとんど多いんですけど、まあ、出入りが少ない時はバックヤードに引っ込んでるっていうのはまあいいとは思うんですけど、ただその頻度が結構多いのと、あとすげえ声が聞こえるっていうバックヤードの話とか聞こえちゃうんで、まあ、そこら辺はちょっと見直さないといけないんじゃないかなっていうのは思いましたね。あとは宿泊している人の情報はなんとなく頭に入れとかないとダメなんじゃないかなとはちょっと思いましたね。1日目寝て、2日目ちょっとやや遅く部屋を出たんですけど、まあその時にルームキーは
フロントに預けてくださいっていう感じになってたんで、あの女性従業員に預けようと思ったら、チェックアウトですかって普通に言われたんで、3連泊なんだけどなっていうのがちょっと思って、違いますって言って、預けたんですよ普通に。まあそういったあのある程度の、まあ、情報というか、そういったのまあ頭に入れとかないとまあいけないんじゃないかなと。それは普通に仕事的な意味で、まあそういったのは、まあそういった細かいところはまあ改善するところなんじゃないかなと。すいませんね、あの上から立場的な感じで話してしまって、なんとなくちょっと思ったので、まあすごいあの利用頻度が多いので、アポホテルがなので、まあいい、対応というか環境みたいなのがあれば、まあずっと残っていく、まあ、会社なんじゃないかなと思ったので、まああとダイヤモンド会員なんで、まあ多少のことは言ってもいいんじゃねえかなと思ったんで言ってみました。ちなみにダイヤモンド会員とそれ以外の会員の違いというのは、まあ大きくあるのは一つあって、ポイント還元率がダイヤモンド会員以外は 10%、 ダイヤモンド会員は 11% という、そういったところ以外に何かあるんでしょうか。内部で何かあったら教えてください。はい、ということで今回は、群馬県前橋駅にあるアボホテル前橋駅北に宿泊した感想についてお話ししてきました。それではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。